口さん、どうしたんです？こんなところで。タイミング最悪。言わなきゃ。先輩を待ってました。言わなきゃ。先輩は失恋しちゃいました。失恋で、こんなことを瀬戸口さんに言っても。私は好きです。先輩のこと好きです。慰めてくれなくても大丈夫ですよ。ありがとう。そういうつもりじゃないです。瀬戸口さんも暗くならないうちに帰った方がいいですよ。それじゃあ。そんなことも分からないのかよ。君は瀬戸口さんのことが好きなの？